まあ今までマイクを買ったりとかストラップ買ったりとかね、いろいろありましたけども、さて、ポケットガイガー、これ多分これ電池ケースですよね。だからあとはフリスクを買って中を空にしてこれを差し込めば、なんとですね、ここじゃないんですね。こっちヘッドホン端子を使うんですよ。これで測ってね、こっちはすごいやるとか、ここはないから安心だとか、そういうことに使うのではなくて、もう少ししっかりとした機械でそこを測ってみる、まあきっかけの一つになるのかなと。ちょっと散歩行ってきましょうかね。よし、じゃあ行ってくるよ。3.50?2.81 って何？お日様上がってね、今もうあの辺まで上がってますけどね。0.41？ 1.99？簡易的なガイガーカウンターですから目安にさえならないっていうご意見も結構あるんですけども、どこかの大学の研究チームが西日本の放射線量を計測して回ったデータがあったんです。西日本の中ではここ尾道はかなり高いところだったんですね。なぜ高いのかっていう疑問に対して、岩石になんかそれ系のものが含まれてるんじゃねえのみたいな、そういうご意見だったように記憶してます。ポンポン岩が 28.22 マイクロシーベルトっていうのは、どうもおはようございます。引き続きっていうか翌日なんですけども、昨日ですね、使い方を間違ってました。まず1つ目、立ち上がってるアプリは全部終了しなければなりません。もう1点、場所を移動するときにはですね、クリアっていうのがここにあります。ゼロになりました。これで OK なんですね。でね、計測中に動かすのもいけません。どうぞ。いいですか、はい、すみませんね。 0.08 マイクロシーベルト、放射能分かるって言うんですか。ああ、そうですか。ほら、計測したまで持ち歩いたらノイズ拾ってこんなことになっちゃうからね。クリアと。20番2所だって。3分ほど計測した結果ですが 0.4 マイクロシーベルト、昨日とはもうえらい違いになりました。ああ、うわ、あれ、音拾ってません。これケースをつけたまま計測するとカラスが鳴いただけで 66.5。 昨日なんかほらポンポンやってポンポンやっちゃったから上がったんだね。ケースは外すこと、やっぱね、ノイズかどうかの切り分けって結構簡単ですよ。マイクロシーベルトの値もう数秒ごとにどんどん下がっていきますね。 0.16 マイクロシーベルトですね。すごい機関心ということで、ポケットガイガーでした。